こんにちは、速稼塾の久保です。速稼塾では YouTube を主にお勧めしてるんですけども、顔出ししたくないとかね、 YouTube の準備がまだできてないとか、いろんな理由でブログを選択される方もいるんですよ。で、ここ最近ブログを始めた方で一気にですね、アクセスが高まった方がいます。これ非常にわかりやすいんでご覧いただきたいと思いますけども、まず画面を切り替えますので、そちらの方をご覧ください。どうぞ。はい、ご覧いただいているように一番下、1月16日のところわかります？アクセスが10だったと思うんですよ。で、17日に私が動画で紹介しました。そうすると一気にアクセスが伸びて43ということになりました。以降、次の日も私は紹介してないんですよ。18日は次の日も43人のうち33人が見に来てくださってるんですよね。で、これ私が紹介しなかったら10人の方が、よくても10人が見に来たっていうことに18日はなっていたんじゃないかなと思いますし、19日も私の紹介がなければね、10人のままだったと思うんですよ、最大でも。でも17日に紹介したおかげで、自画自賛で申し訳ないんですけどね、17日に YouTube で紹介したところ、その記事の続きが気になる方が次の日とか、さらにその次の日も来てくれたってことになりますんで、紹介するとね、どのぐらいのインパクトがあるかってことはこれでお分かりいただけると思うんですよ。あとは記事の内容が良ければ、こうやってね、17日に来た人が18、19とリピートになってくれますし、記事の内容が悪ければ、元々の10人にね、戻るだけってことになりますので、こういうふうにアクセス分析をすることって大事ですよね。で、ちょっと上の方に行きますと、メンタルヘルスっていうジャンルで1140位ということでね、まだまだではあるんですけども、でも急上昇していることが見えると思います。全体のブログランキングも7万位以上ではあるんですけども、急上昇していることがわかると思います。その次、1月19日のアクセス数は38となってますけども、平均17っていうのが出てるじゃないですか。ですんでね、16日まで、私が紹介するまでは平均よりも随分下だったわけなんですよ。ということで、私が申し上げたいのはね、何か成果物ができたら私に紹介を依頼してくださいってことなんですよ。そうすると少なくともファンを増やすことができると思うんですね。で、今日の時点、今ね、12時27分と出てますけども、1月20日の12時27分、およそ正午の時点ではまだ2アクセスしか来てないんで、これからメインのアクセスになる夕方から夜にかけてね、30人以上の方がまたやってきてくださるんじゃないかなっていうふうに見ることができます。はい、とっても良かったですね。動画の概要欄に、この当ブログの URL を貼っときますので、ご覧いただければと思います。それでは本日は以上です。本当に頑張ってくださいね。おめでとうございます。